第三代バッキンガムエドワード・スタッフ,フォードは、チューダー長期イングランドの貴族。父は、第二代バッキンガムヘンリー・スタッフ,フォード。母キャサリン・ウッド・ビルが、エリザベス・ウッド・ビルの妹であるため、イングランドをヘンリー7世妃エリザベスは重視にあたる。父は、リチャード3世に反乱を起こして処刑。バッキンガム爵位が廃位されたため、幼いエドワードは、公爵位を告げなかった。 しかし1485年、リッチモンド白ヘンリーが、リチャード三世を討ち取って、チューダー長を開くとエドワードをバッキンガムに除釈した。若年ながらヘンリー七世の様々な儀式を取り仕切り、1495年にガーター勲章を除勲された。ヘンリー七世のこのヘンリーパス世にも恩恵を与えられ、1509年に王冠の大冠役を務め、 1514年には大芝に任命された。ところが、1520年に反逆の容疑で逮捕された。さしたる証拠もないまま裁判にかけられ、翌1521年に処刑された。バッキンガム公爵位は消滅、大芝も王権に統合された。このヘンリーは1547年にスタッフォード男爵に助爵されたが、公爵位を取り戻せなかった。 バッキンガム公爵位が復活するのは、ジェームズ・一世が、長身のジョージ・ビリアーズを助釈した1623年である。1490年、第四代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーの娘、エレノアと結婚、4人の子を設けた。メアリー第五代、アバガ・ベニー男爵、ジョージ・ネビルと結婚。エリザベス第三代ノーフォーク公、トマス・ハワードと結婚。 キャサリン第四代ウエストモーランド博、ラルフ・ネビルと結婚。ヘンリー・スタッフォード男爵。ありがとうございます。